はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、ずっと気になってた中国の独特の進化を遂げた2ミリシャーペン、ついにゲット。はい、ついにゲットできました。ただですね、これまあ、中国のとあるショッピングサイトから手に入れたんですけど、ちょっとね、これ、配送の、まあ、トラブルですね、があった感じです。ただですね、もうちょっと返品するのもね、もうめんどくさいかなって思ったんで、もうちょっとね、やめて、まあ、今回紹介する感じになります。本来であればね、前色、まあ、これになります、みたいな感じで紹介したかったんですけど、はい、一個ね、色が被ってたんですよね。まあ、ちょっとね、その辺もありましてね、その、まあ、入手先みたいなのは今回、教えない形なんですけど、はい、まあ、その商品でね、まあ、気になる方は検索かけてもらうと、まあ、いろんなサイト出てきたりするんでね、まあ、自分の、まあ、ここだって決めたところで、まあ、買っていただければいいなと思います。でね、今回ですね、結構ね、女性の方とかも、おぉ、いいな、可愛いっていう感じでね、好きになるかもしれないですし、これかなりね、独特で面白いペンだったりするんで、もう変わったもん好きの人にも非常に刺さる一品になるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回の動画も最後までぜひ聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、まあ、中国からね、はるはる自分の家までね、やってきた感じなんですけど、まあ、例のごとくね、まあ、ちょっとあまり綺麗じゃないようなね、包み紙に入ってて、まあ、それに関しては捨てました。でね、そのね、中身をね、ちょっともう今回再現した感じなんですけど、はい、こんな感じで届きました。それがこちらになります。じゃーん、はい。まあ、こんな感じでね、届いたんですよね。おっしゃ、全色来た、6個来たって思ったんですけど、はい、これね、よく見たらですね、はい、これピンク、イエローとあって、これ紫とね、このエメラルドグリーンみたいな色があるんですけどね、ここですね、これ。はい、2色ね、これね、色がね、被ってたんですよね。あー、かぶっちゃったかーって感じだったんですよね。まあでもね、値段の方がですね、これ皆さんこれパッと見でね、おいくらだと思います、これ。はい。これ、なんとですね、海外からのね、送料込みで、はい、込みでなんですけど、なんと650円ぐらいでね、手に入れたんですよね。なんでですね、これ逆に返品とかしてると高くつきそうですし、もういいかっていう感じでね、また次回、まあ、買ったりとかしてこれトレード用にしたらいいかみたいな感じで思ってね、はい、もういいやと思って、はい、今回諦めました。ということでね、まあ、個人的にはね、まあ、この中でも特にこの黄色ですね、まあ、自分黄色が大好きなんでね、黄色がすごく欲しかったんで、まあ、個人的にはまあ、これが手に入っただけでもちょっと納得してるというか、まあね、満足してるところがあります。はい。ということでですね、まあ、今回ね、紹介するやつがですね、まあ、ちょっと黄色、まあ、ちょっと色が飛びそうなんで、はい、このピンク、はい、鮮やかなこれでいきたいなと思います。はい、ご覧ください、これ非常にね、変わってますよね。はい、ここのところにね、なんか大きいボタンがあるんですけど、はい、これ何かというとね、そうなんですよね、サイドノック式なんですよね。はい、でね、これサイドノック式でね、上もね、なんかこういう変なのがついてるんですけど、はい、ご覧ください、これなんとですね、はい、ここ、はい、サイドノックするとね、はい、芯がね、これ2ミリのやつが出てくるんですよね。はい、で、しかもですね、この上、はい、これどうなってるかというとね、これなんとですね、削りがね、はい、ついてるんですよね。これね、ちなみに上のところね、こういう風にね、よいしょっと。はい。これね、上のところはね、こういう風に回して、はい、ここのところがね、なんか、この突起があるんですけど、これ、レーンに沿ってこういう風にやって、こうやって上に上げてあげると、はい、こんな感じでね、取ることができます。はい。まあ、こんな感じの削りなんですよね。はい。ここのところに先っぽを入れて削ってあげる感じなんですけど、はい、非常にね、これ作りがね、しっかりしてて、ちゃんとしてるんですよね、これ。はい、しかもなんかね、このなんか、カプセルみたいに入ったような感じでね、非常に可愛らしい転換のやつになってます。はい。まあ、全然ね、この上からでノックしてもね、まあ、良さそうな感じもするんですけど、はい、上にね、こういう風に装飾がね、いろいろごちょごちょついてるやつに効力を発揮するのがこのサイドノックなんですよね。はい、もう結構日本ではね、まあ、最近ピアニッシモって言ってね、はい、こちらです。じゃん、はい、まあ、ペンテルさんがね、はい、こんな感じで、まあ、昔出てた廃盤のやつを数量限定でね、今つい最近なんですけど、まあ、この動画収録してるのが2020年のね9月の14日なんですけど、まあ、最近結構こういう風に
まあ、廃盤のやつをね、あのサイドノックなんですけど、まあ、数量限定で復刻したやつもあったりするんですけど、結構日本においてね、もうこのサイドノック式っていうのがもうちょっと絶滅危惧種なんですよね。まあ、その中で、はい、これさらに2ミリ芯、はい、それでね、このサイドノックになってるのがこれいいなと思います。しかもこのサイドノック式の構造って自分はあの動画でも昔紹介したりしてるんですけど、はい、これさらに見やすいですよね。これかなりね、あのいい例なんでね、はい、これあの例を示すのにもこれいいなと思ってね、個人的に今回の満足してます。でね、この口金がね、これ外れればよかったんですけどね、これなんか回るんですけどね、これちょっと取れないんですよね。これちょっとここはね、残念なところなんですけどね、この穴のところからね、あのすごく、まあ、凝視する感じ、じーって見てるとなんかね、こうやってカチッってなるときに動くのが、なんか白いパーツがなんかカチャって動いてるようなのが見えたんで、おそらくね、これ内部に関しては樹脂製のチャックが使われてるんじゃないかなって思ったりもします。でね、まあ、このノックのね、この打感に関してなんですけど、ちょっとこれあんまりよろしくないんですよね。はい、ちょっと引っかかったりとか、ちょっと重いような感じがします。まあ、ただ、ここのところにね、あの、なんかスプレー、まあ、シリコンスプレーとかね、なんかあの、グリスとか塗ったりとかすると、もっと滑りが良くなってね、やりやすいんじゃないかなと思います。でもね、全体的にね、非常にね、しっかりした作りでね、これ全然日本でね、打ってもすごい話題になって売れるんじゃないかなって思うやつなんですよね。でもね、まあ、2020年現在、自分いろんなね、まあ、文房具店とか回ったりしてるんですけど、これね、売ってるところ見かけないんですよね。これ入れたらね、映えると思うんですけどね。はい。という感じでね、ここのところをね、ご覧ください。ここでね、ピンクに関してはね、ここのところがね、斜めストライプになってるんですよね。でね、このオレンジのやつに関しても、これちょっと見にくいですけど、斜めストライプになってます。はい、わかるかな？ちょっと白で飛んじゃいますね。はい。まあ、ちょっとね、これわかりますかね。はい、こういう風にね、斜めストライプになってるんですよね。でね、黄色に関してもね、これ斜めストライプになってます。はい、このね、ピンク、まあこのオレンジ、あとはイエローですね。いずれもちょっとパステル気味な色合いなんですけど、はい、これは斜めストライプ。あとはですね、本来であればこれ水色がね、あったらよかったんですけど、水色のやつと、この、パープルのやつと、あとはこのエメラルドグリーンのやつですね。これに関してはね、こんな感じでドットにね、ノック部分がなってる感じになります。はい。でね、ここのところはね、口金のところはこれプラスチックですね。で、内部こうなってて、でね、ここのところもね、強引にグッてこういう風に上げると、ここも取ることができるんですけど、そうですね、ここのところがね、開かないんで、中の詳細なギミックに関してはちょっとね、取ることができなかった感じになります。まあ、特殊な工具とかガーンってね、なんか思い切って引っ張ったりとかしたら、まあ、いけなくもないかもなんですけどね、ちょっと壊してしまいそうな感じがします。はい、ということでですね、じゃあ実際にね、これ一回削ってみましょうか。はい。じゃあちょっとね、削る様子をご覧ください。はい、ここのところとここのところがね、結構スッてこういう風に入るんですよね。で、もう先っぽの芯が見えます。で、こういう風にするとね、結構ね、いい感じの精度でこうやって削れるんですよね。はい、ご覧ください。はい。なんでね、結構これね、優秀です。はい。で、まあ、ここのところがね、こういうふうに、開けたり外したりできるんで、まあ、ゴミ箱のところでね、まあ、これ捨てていただけといいというふうな感じになります。はい。で、まあ、書き味の方、さっき見てみましょうか。はい。ということで、じゃあちょっとね、紙の方を出しますね。はい。で、まあ、ノックしてみます。ノック音はこんな感じの音です。はい。結構ダイナミックな音がして、まあ、こんな感じで出る感じですね。で、まあ、書いてみるんですけど、こんな感じです。うん、なんかガシ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 かけてね、非常にいい感じですね。ただね、これ後ろにね、ちょっとこういうのがついてる関係上、重心はね、高重心になっちゃうんですよね。まあ、この辺になります。まあ、こっちの方が長いんでね。はい、まあ、高重心だなっていうのは、まあ、お分かりになるかなと思います。ただですね、このペン自体がね、非常に軽いんですよね。なんで、まあ、長くて高重心なんで、本来であれば後ろにかなり持っていかれるかなというところなんですけど、はい、ペン自体が軽いんで、こういう風に持ってるとね、そこまで高重心さっていうのは感じなくてね、いいなと思います。じゃあちょっとね、重さの方をね、測ってみますね。
はい、9.3g とね、非常に軽い感じになります。まあ、よく似た重さのやつで、そうですね、まあ何があるかな。例えばこれですかね。はい、まあ、ペンテルのね、まあ、グラフペンシルの PG の5。まあ、これは5に関しては現行かな。はい、まあ、これが 9.8 ぐらいで、まあ、9台のやつなんですけど、はい、まあ、これよりもちょい軽いかなぐらいなんで、まあ、だいぶ軽いペンかなってね、持ってる方はお分かりになるんじゃないかなと思います。はい。というふうなね、あの感じのね、はい、このサイドノック式のやつなんですけどね、いやー、個人的にサイドノック大好きですし、なんかこのカラーリングもね、なんかこれすごくあれですよね、こんな夢革とかに非常に合わせやすいですし、なんかこういうのも可愛い筆箱にも合わせやすいですし、まあ黄色もね、自分大好きなんですけど、はい、なんか黄色の筆箱にもこれ変わった一品としてね、一本入れたいなというやつなんでね、かなり個人的に今回のやつ、はい、作りもね、そこそこしっかりしてますしね、満足してる感じになります。でね、このね、長さなんですけどね、これちょっとすごく長いんじゃないかなって思われるかもしれないんですけど、うん、まあそんなすごく、まあ確かにちょっとは長いんですけど、びっくりするほどね、長くはない感じになります。ちょっとね、この定規の方ね、これ出してみるんですけど、これちょうどですね、まあ、15センチ、まあ、ちょっとこれ、ゼロの位置が横になってるんで、まあ、15.5 ぐらいなんですけど、ちょうどね、これと同じぐらいですね。はい。ご覧ください。ここと同じぐらいなんで、まあ、ちょうど 15.5 センチぐらいかなっていう風なね、長さになります。なんで、まあ、この定規がね、これ緑さんのやつなんですけど、まあ、これが入る筆箱ならこれが入るかなっていう感じがします。で、ここの太さもね、まあ、確かにちょっと太いんですけど、すごくびっくりするほど太くもないんでね、はい、ぜひね、これ入る筆箱あればね、入れていただけるといい一品になるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、ここからですね、メーカーのね、お話をしたいなと思います。はい、これね、メーカーなんですけど、まあ、中国のメーカーさんになります。でね、これご覧ください。ここになんか T って書いてあってね、これなんて読むのかね、天になんかすぐるみたいな字ですね。になんか好きに竹冠に剣みたいな感じが書いてあります。じゃあちょっとね、順番に言っていくんですけど、はい、このね、好きにこの竹冠に剣みたいなやつで、これがね、ハオビーっていうみたいですね。まあ、良い筆、優れた筆っていうね、意味合いがあるみたいです。で、この前のところは、これはね、メーカーの、まあ、ネーミングだと思うんですけど、はい、これ読み方がどうなのかな？ちょっと、まあ、間違ってるかもなんですけど、ティアンジャオハオビーってね、読むっぽい感じなんですよね。でね、これ調べてみますとね、結構ね、中国でも大きいね、筆記具メーカーかなと思います。はい、結構ね、サイトもね、でかいサイトがね、出てきました。はい。でね、まあこれ 2.0 って書いてあるんですけど、まあこれ 2.0mm のこれ新型のことですね。はい。で、まあ後ろにね、これバーコードがね、ついててね、まあこういうふうにいろいろ書いてあるんですけど、はい、ここのところなんですよね。はい。これちょっと見にくいかな。もう、はい。ちょっと見にくいですね。はい、じゃあちょっとね、ここのところにね、書いてみますね。まあ、ここのところにね、どう書いてあるかと言いますと、はい。ですね、なんかね、削る、この削るいう字に、あとはね、これなんか、牙みたいな字なんですけど、ここにこういうふうにね、なんか書いてあるというふうなね、こういうふうなね、文字が書いてあります。でね、これのね、意味合いがね、楽しいっていう意味合いがあるみたいです。で、まあ、これは、まあ、その字のごとく、まあ、削るっていう感じなんですけど、まあ、削るのが楽しいっていうふうな意味合いですかね。まあ、これがね、このペンのね、名前になるみたいです。でね、そのね、横になんですけどね、はい、なんかね、いろいろこうやって、なんか、ですね、ここのところに、型番みたいなのが書いてあって、ここのところにね、なんか、カツ、なんちゃらかんちゃらって書いてあるんですよね。まあ、ちょっと、ここに書いてあることをちょっと書いてみますね。はい、まあ、こう書いてあって、その横に、ですね、まあ、2.0 って書いてあって、で、この、かついう字になんかこういう風な字が書いてあって、んで、なんか、こう書いてあるのかな？はい。なんかね、こういう風な字が書いてあります。これがですね、シャープペンシルっていう意味合いです。で、これがまあ商品名ですね。でね、この横にですね、TM の
01800っていう風なね、はい、こういう風なね、やつが書いてあります。どうもこれがね、この商品のね、型番になるみたいなんですよね。ですね、まあ、ここのね、サイトですね。はい、ここのところ、まあ、下のね、概要欄のところに URL 貼っておくんですけど、はい、まあ、そこのところでですね、結構いろいろ飛ぶことができるんですけど、はい、シャーペンシルのね、まあ、ここのところに飛んでいただいて、そこのね、まあ、この2020年の9月14日段階なんですけど、はい、まあ、39ページ目ぐらいにちょうどね、この型番のね、これがね、出てくる感じになります。はい、まあ、直リンクの方も一応貼っておくんですけど、ちょっとね、かなりリダイレクトって言って、なんかぴょん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 飛んでいくのがちょっと多いサイトでね、なかなかちょっと飛びづらいんで、ちょっと直で飛べないかもしれないんでね、もし飛べない場合は自分が今言ったような感じで飛んでいただけると見つけることができます。でですね、まあ、そこでね、結構いろんな、まあ、シャーペンをね、ここの出してるやつ見ることができるんですけど、まあ、これかなりね、独特で、これはね、非常にオリジナリティがあるんかなと思うんですけど、うん、ちょっとこれはどうかなっていう風なね、ちょっとコピー品みたいな感じのやつもちょっといろいろ、うん、見受けられることができます。まあ、そんなのがいろいろごちゃーっと混じってる中に、今これがね、あるような感じです。で、これターゲット層がどうも学生みたいですね。で、銃器の方は、やっぱりこれ水色、これが水色だったら、まあ、前色だった感じなんですけど、一応6色展開でして、で、まあ、それぞれね、5本入りで、まあ、6色なんで、まあ、30本入りですね。まあ、それの銃器のイラストとかも書いてあったりしました。でね、どうもね、普通にポンって出てくるんで、現行品なんじゃないかなと、個人的に思います。ですね、ここのね、会社はですね、まあ、中国でもね、かなりでかくて、まあ、ISO を取得されてたりとか、まあ、従業員の規模もね、1600人規模ぐらいいたりするんですよね。なんでね、かなり大企業なんじゃないかなと思います。で、結構ラインナップを見るに、なんか、買いらしいような商品とか、まあ、文房具とかでも、すごく高いっていうわけでもなく、割とはい、一般的な価格帯のやつとかも多かったりするんで、まあ、これ日本に直してみると、はい、こういう風な企業なんじゃないかなっていうところをちょっと2社紹介したいなと思います。それがこちらになります。じゃーん。はい。まあ、商品は何でもいいんですけどね。まあ、ちょうど、これ両方とも定規だったんですけど、はい、これ、靴屋さんっていうところが日本にあります。まあ、児童文具とかもね、いろいろ出されてる方で、まあ、小学校の時とか、まあ、学生の時にこれ結構持ってたよっていう方いらっしゃるかもです。ですね、あとはですね、サンスター文具さんですね。はい、ここも、まあ、児童文具とか、こういうふうなキャラモンのやつとか、なんか面白いグッズとか出されたりするとこなんですけど、うん、おそらく日本でいうところの、こういうふうなところなんじゃないかなとね、思います。で、結構ごっついとこなんですよね。はい。でね、まあ、これ以外にもね、かなりね、検索かけてたらちょっとワクワクするようなね、はい、なんかオリジナリティのあるようなやつがあったりもしまして、これはね、個人的にまた欲しいなって思うやつも、はい、あったんで、まあ、今後ね、ちょっともし手に入れたら紹介もしたいなと思います。ちなみにですね、ここちょっとよくわかんないのが、海外向けてのなんか展開で、TIZO、タイゾーっていうのかな、はい、なんかこういう風なブランドで海外でね、結構出されてるような感じがするんですよね。なんでね、結構中国がね、分かられる方とか、なんかそういうの得意とされてるね、はい、お店の方いらっしゃったら、これ多分仕入れてね、置いたらかなりね、これ話題になったり、はい、人気出るんじゃないかなって個人的に思うやつなんでね、はい、ぜひメーカーの方とかね、なんかお店の方とかがこの動画をご覧になってたらね、これ仕入れてみるのも非常に面白いんじゃないかなと思います。はい、個人的にね、かなりこれ面白いペンでもあって、まあネタとしてもいいですし、なんか可愛い系の筆箱って自分作ったりしてるんですけど、それにね、これぜひ入れてみてもね、映えますしね、面白いんじゃないかなと思うやつになります。ちなみにですね、これ芯の方なんですけど、はい、こういう感じでね、ちょっと短いやつが入ってるんですよね。というのも2ミリ芯っていうのはね、結構長かったりするんですよね。まあ、例えばこれ、まあ、三菱鉛筆さんのやつなんですけど、かなりこうやって長いんですよね。これ三菱鉛筆さんに限らず、結構ね、芯ホルダーってちょっと独特の長さなんですよね。まあ普通のね、シャーペンの芯ってね、だいたい6センチぐらいなんですけど、もう明らかにこんな長いやつになったりして、結構ね、2ミリ芯になった途端に結構世界観が変わってしまうことってあったりするんですよね。まあ例えばね、これもそうですね。
じゃん、はい、これあのロットリングのね製図用のシャーペンなんですけど、これ同じねロットリングの600なんですけど、これ下がねあの2ミリの芯ホルダーになります。まあこんな感じでドロップ式のね、はい、こんな芯ホルダーになるんですけど、もう明らかにね世界観がね、まあこれいろいろラインナップあるんですけど、この2ミリになった途端にドーンって変わったりするんですよね。まあこういう風にドーンって変わるやつもあったり、まあ見た目はよく似てるっていうパターンもあったりするんですけど、はい、こういう風にねちょっとねもう2ミリ芯の世界ってここから世界がちょっと変わっちゃってね、もうなんか新ホルダーっていう感じで呼び分けてもいいんじゃないかなってなってきたりします。でね、例えばですね、まあこんなんもそうですね。まあこれ動画で昔紹介したやつなんですけど、これ建築用のやつなんですよね。これもあのまあ2ミリ芯のやつなんですけど、はい、まあこんな感じでね、結構2ミリ芯になってくると世界がね、割と変わってきます。で、結構こういう風なね、いかついようなね、仕様のやつとかが割とまあ建築用とかなんか多くなってくる中で、こういう風にね、なんかちょっとファンシーな感じの2ミリ芯っていうのは、これちょっとまた新鮮ですしね、はい、しかも形状もね、かなりこれあの変わってていいですよね。はい、という感じなんでね、個人的にはね、かなりあのベタ褒めしてます。ちなみにね、この短いね2ミリ芯っていうのは、はい、これまた動画で紹介しようかなと思うんですけど、こちらです。じゃん、はい、まあこれね、あの100均でね実は買ったやつなんですけどね、はい、まあ100均とかでねこういう風にあの短いやつが売られてたりするんで、まあこれをね入れていただけるといいなと思います。まあちょっと、まあ効率はあれかもしれないですけど、これをね、あの、ポキって折ってもらっても、まあこれを使うこともできる感じなんでね。はい、まあいずれかの方法でね、まあ芯の方は補充していただけたらなと思います。はい。という感じでね、まあ結構ね、いかがですかね、これ非常に面白い形してましたよね。はい、まあ中国のペンってね、他にも自分動画とかで紹介してるんですけど、例えばこんなんがあります。じゃあ、はい、これはペンボールペンペンいうやつですね。はい。でね、これがですね、まあ、めちゃくちゃかっこいいやつなんですけど、これチタンのやつでね、はい、ただこれノックオンがね、ノックオンがすごいんですよね、これ。はい。まあでもね、まあ個人的にむちゃくちゃかっこよくてね、満足してるやつなんですけど、もう非常にこの独特の形のね、やつとか、おしゃれなやつはね、実は、まあね、コピー品とか、まあそういうのとかも多い中で、こういう風なね、オリジナリティ溢れるやつもね、はい、非常に出てきてたりしててね、これもその部類の一つになるんじゃないかなと思うんでね、はい、ぜひ気になった方はね、これまあさっき自分が言ったようなね、はい、これらの型番とか、まあ、この商品名ですね。はい、まあ、これらでね、検索をかけていただいて、まあ、ちょっと見ていただけるといいなと思います。まあ、下の概要欄のところにもね、一応ちょっとリンクの方を貼っておくんでね、まあ、合わせて見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、今回はですね、まあ、中国の独特の進化をこういうふうに遂げた2ミリ、しかもサイドノック式シャーペンの紹介でした。まあ、この動画が良かったという方は、ぜひ、グッドボタン。で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。